今までその78ってこう SF っぽい世界観でやってきたことをその、まあ、例えばユーザーの意見からはそのもっと例えばファンタジーの世界がいいとか例えばいう声があった時にある意味ファンタジーっていうのは中世風中世ヨーロッパ風のっていう部分が僕らなんかよりもどっちかというとユーザーさんの方にそういうなんつうんですかね固定観念みたいなのがあってまあそういうのをちょっとこう変えていきたいなじゃあファンタジーユーザーの方が持ってるファンタジーって概念をもうちょっと広げていこうと変えていこうっていうにはその時にやっぱり中世ヨーロッパ風のファンタジーを僕らがやってても多分それはしょうがないだろうってことで、まあ別の世界観を模索してる時に野島が、ちょっとアジア風のファンタジーをやってみたいというような提案をしました。まあやっぱり今回声というのが入ったのが一番大きくてその生の役者さん演技をする役者さんが間に入ることによってよりそのなんつうんですかねある意味今まで僕らだけが想像で作ってたキャラクターっていうのはその、まあ、本当に想像上のキャラクターというか、まあ、のある意味嘘のっていうかそのキャラクターだったわけですけどもその生身の人間がそこで間に役者さんっていう僕らの才能とは全然別の才能が入ることですごくこの、まあ、人間に近い喋るセリフもそうだし感情表現もそうだし身振り手振りの演技もそうなんですけどもより人間に近いキャラクターをね作り上げることができたなっていうのは、感じてるんでストーリーの根底にあるテーマは一応、旅というのがその主軸になってますで今回はまあ旅っていうのもあるんですけどもいろんなテーマが隠されてて多分プレイする人それぞれが感じるテーマみたいなのがあると思うんですけどねで僕個人的には旅というよりもその、まあ、親子とか、まあ、親父と息子みたいな、まあ、もしくは親父と娘みたいな関係が、まあ、ストーリーの中で語られるんですけどもまあ、僕は個人的にはその二児の父親なんで、まあ、そういう立場から共感できるところ、まあ、もしくは、汲み取れるテーマっていうのはそういうところであるし、まあ、もしかしたらユーザーの人にとってはそのユーダとティーダのその男女の関係みたいなものを中にテーマを感じ取ることができるかもしれないし、まあ、そういった意味ではいろんなテーマがそれ人それぞれ多分ユーザーによって隠されてると思いますけど。今回はだから今までの FF と一番違うのはその世界観の設定がすごい細かく全部設定されてるってところが違うと思うんで、まあその世界観から外れないようにっていうところが一番まあ意識してたし、今までの FF と全然違うところかなと。世界観が最初に設定された時にはそのアジアのテイストでっていうのがあったんですけど、全体的にもうそういうなんていうかタイとか南の方のこう色がこうすごいいっぱい使われてるような南の島のイメージのアジアっていうのは結構前面に出てたんで、そのまあアジアの中にはやっぱり日本まあ和もあるわけで、まあそれもちょっとどっかに入れたいなと。と一番こだわった部分といえば、地域や人種によって服装の雰囲気を変えたところです。例えばアルベト族だと機械中心に生活をしているので、スピラの人たちとは浮いてる存在にしたかったので、わざとゴーグルやフルマスクをかけさせたり、異様な雰囲気を出している服装にしました。他だとロンゾ族は戦闘民族なので戦いやすい軽装にしたりしています。好きなキャラクターを一人挙げるとすると、ブリッツボールのビサイドオーラカの選手のキッパです。他の選手を見渡しても太っているのは彼だけなので、一人だけ浮いていてそこが可愛くて好きです。フェイシャルや制限を、まあ、デザイナーさんに対する制限を減らしたことです。もう縦横無尽に顔中に骨が入ってるんですけども、まあ、そういうことをすることで
自然な表現ができるようになったんじゃないかなと。いろんな表情ができますしね、目も動きますし、まばたきしますし、PS2 ってすごく複雑なハードで開発が難しいと言われてますけども、確かにその通りで、なかなか自分のものにするにはすごく時間かかったところはあるんですけども、まあ無茶をすれば無茶ができてしまう、まあ叩けば叩いただけの結果が出てくるような、そういう魅力があるマシンだなと思いました。で、まあユーナの振り袖ですとか、とティーダのフードですとか、ああいう物連山とか、あとスペキュラーっていうテカリとか、そういう、あと影をつけたりとか、そういう今までのマシンだと難しかったことが自然にできるようになったなと思います。プロジェクトの最初の時に世界観まとめよう、コンセプトを決めようっていう時に、まあ、スタッフのみんなでいろいろこうアイデアを持ち寄った時とかに、なんとなくみんなアジア方面に興味あってた、そっちにこう寄った絵をみんな描き出してて、でまあ自分自身も結構アジアの方個人的にも興味あって、でまあちょっとそういう感じをファンタジーに取り入れてみたら面白いかなと思って、じゃあって話をして、シナリオの野島とか北瀬とかディレクションの北瀬とかと話した時に、その辺同じようなことを割と考えてて、あ、じゃあこれいけるかもしれないってんで始まったのがスタートでした。結構今までの FF で映像先行っていう風に、見られる向き、まあやっぱり売りにしてたところもあるんですけれど、そういう風に見られる向きがやっぱりかなり強かったんで、今回は新しいこととかも取り入れつつ、ゲームの絵としてすごく成立するように、すごく隅々まで気を配りながら、みんなそうですね、やっててこう違和感感じたりとかしない、もしくはこう不自然な感じしない、もしくは操作とかにすごく不具合とかストレスを感じないようにとか、そういうゲームとしての絵っていうところをできるだけ突っ込んでみたつもりなんで、逆にそういう部分に関してはユーザーの皆さんが何も感じないでっていうか変な言い方ですけれど、逆に感じないでいてくれる方が成功かなっていう部分はすごくあります。今までのワールドマップっていうのは結構記号化されたゲームした表現なんです。それを今回は思い切ってやめて、まあ、なるべくリアルな表現をしようということで、ああいうワールドマップという概念を捨てて、全て同じ表現でいこうという、そのまあコンセプトがあったんで、今回はワールドマップなしということになりました。はい、今まではほとんどプリレンダーっていう透明、まあ擬似的な三次元ではあるけども、実際は一枚の絵ですよね、平面な。そこで物を動かすったって、要はアニメーションを一生懸命こうコマ送りで作ったのが、今回はまあモデルを用意して、それをこうまあモーション的に動かすことができるんで、まあ表現の幅はかなり広がってると思うんですよ。何気なくできているようなマップなんですけれども、移動しないでそこで一度立ち止まって見てもらうと、結構こう何気ないこう道端の草が揺れていたり、雲が動いていたり、かなりいろんな仕掛けが入ったりするんで、まあじっくり鑑賞するぐらいのつもりで、まあ確かにゲームをクリアするためにみんな急いでこう行きたくなるんですけれども、まあじっくり見てもらえれば、こちらとしては作りがいがあったなっていう気がします。そうですね、一新しようっていう考え方があったわけではないんですけど、自分が割と FF っていうゲームをまあユーザーとして遊んできて、面白いとか好きだとか思った要素を、自分なりに表現しようと思った時に、まあ取った手法が、まあ結果的には ATB でなくなったりとか、パーティーの入れ替えであったりとかっていうことにつながっていってますね。例えばその具体的に言うと、ボムっていうモンスターが、まあ、攻撃するとだんだん大きくなっていって、最後は爆発しちゃう、だから爆発しないように倒さなきゃいけないみたいな要素が、まあ、今までの FF にもずっとあるんですけど、そういう要素を自分なりにユーザーに楽しんでもらおうと思った時に、そのリアルタイムでどんどん進んでいってしまうんではなくて、あと一発で
ボムが自爆しちゃうから、そうならないようにするには自分はどうしたらいいんだろうかってこうゆっくり考えてほしいと思ったんですね。あと、少し考えることで、バトルがすごくこう気持ちよくこう終われるような形でチューニングをしてますんで、今まであまり考えずにこう戦ってた人も少し考えてバトルをするっていうのをしてもらうと、新しい面白さが見つかるんじゃないかなと思います。毎度作るたんびに、まあ、FF はまあ何かしら変えていこうっていうのはあったんで、で、まあ、自分の担当からだと召喚獣の扱いとかはかなり、今までとはかなり変えて作っていったと思いますけど、まあ、今までにない感じの世界観をこうかなり完成度高くがっちり作られてて、それでやっぱシナリオ面とバトル面のシンクロをこう、バトルはこう別物じゃなくてこうシナリオ側にすごい寄せた感じで作っていくっていう、まあ最初の指針からこう今の、じゃあ今までのこう、まあ割と見せ場だった召喚獣もこう世界観に合わせたようなこうものを出していこうっていうと、自然にもう新しい召喚獣がたくさんこう出てきちゃう、もう自然な流れでそういう風な感じになりました。今回ユーナしかこう召喚できないっていうところがまあ一つのポイントで、じゃあこう演出的にこうユーナと召喚獣とのこう絡みの演出っていうのがまあこう最初からやりたかったところで、でも実際作ってみてすごいいい感じでできたと思うんで、やっぱその辺のこう、まあ長くても割とこう演出でこうテンポよくというか見せ方がすごいうまくいったんじゃないかなと思いますね。今まではやっぱりあのなんていうかな、グラフィックスタッフとかにこう、まあ、演出的な指示を出せばよかったんですけれども、今回まずボイスの録音と、まあ役者さん俳優さんたちにまず演技を、やってもらって、それをベースにいろいろ作ってますから、まあ、本来のなんか演出っていう意味の仕事がようやくできたっていう感じですね。昔はブースに向かってこう作ってたんですけれども、まあ、今回からやっぱりスタジオに入る機会が増えまして、まあ、そこでやっぱり生の人間の人と接することが多くなりましたね。昔でそれをだからこうキャラクターに落とすところで、なんちゅうのかな、まあ負けたくなかったんで、まあ、いかにゲームの方のキャラクターにその生の雰囲気をね伝えるかというところに一番重きを置いてましたね。容量が増えた分、またその容量を使ってしまう、また PS2 になって表現力が上がりましたので、それを表現するデータの量が増えたために、やはりまた容量不足という問題は発生しました。企画の方からのやはり要求が非常に高くなったので、それに対応するのが一番苦労しました。イベントとバトルでのシームレスでのつながりの件ですが、イベントでの制御とバトルでの制御は全く違いますので、そこの受け渡しが非常に大変でした。ただそれに見合った結果は出ていると思いますので、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。僕はずっと FF7、8ってシナリオをやってきて、常にこう主人公とプレイヤーの関係っていうのが、なんていうんだろう、気になってるというか、それをなんかどんどん新しいというか違った形にしていきたいなというのがあって、セブンの時はこう無口なやつで、プレイヤーがその間を想像しやすいっていうのにしてて、まあ8の時は無口なんだけど、なんていうんだろう、彼の周囲には聞こえてないんだけど、彼が考えてることをバーって出したりして、そういう風にしてこうなんとかこう近づけようっていう、そういう風にしてて、で今度はこう階層にすることによって、なんて言うんだろうな、そのゲーム画面の中で動いてる主人公とその階層してる主人公と二段構えでいてですね、でプレイヤーはまたそれとは別なところにいるっていう、こう今までなんとか近づけようとしてたのと逆な試みでやってみたいなっていうのが
ありました。芯が何かの象徴かどうかっていうのは、まあ、すごい大げさなことを言うと、生きていく上でのいろんな障害っていうんですか、なんかこうそれを前にしたら諦めちゃうような、そういうような存在ですね。まあ人によってそれは何かっていうのは違うんだけど、そういう意味があります。で、まあ人に説明するときは台風みたいなもんだっていうと非常に伝わりやすいんでそう言ってますけど、まあ、もっと深いところにはそういうのもあるかなという。演出面がすごく今回、まあ、よくできてると、私から言うことじゃないですけどすごくいいと思うんですね。ただそれに伴ってやっぱり音が要求されてることもたくさんあると思うんで、その演出が美しくまっすぐなったということで、大事のやっぱり細かい作業だったんですね。すごく音を地味なところですけれども目立たなくてもやっぱり丁寧に作ったんで、音がおそらく流れるように最後まで、流れると思います。音というのは効果音ですけれども、で、例えば海の街に行って、海から山道に行ってった時に、おそらく自然と音が切れ替わるように私たちは作ってきてるんですね。なんで、あ、変わったなって逆に思えないと思うんです。だけれども、いつの間にかあの山を歩いてるとかなった時に、それは私たちの一番苦労したところだし、そうあってほしい。いちいちこうプツプツ音が切れないようにするっていうのが今回の目標だったんで、そう思っていただけ、終わった後になんかすごい自然だったなと思ってくれれば、私たちはそれでも満足です。プレイヤーの皆さんに聞いてもらいたいものがあるとすれば、よく言えば全部なんですけど、あの音楽全部聞いてほしいんですけど、もちろん音楽も自信はありますよ、自信はあるんですけど、効果音とセリフと音楽の、あのハーモニーみたいのを聞いてほしいですね。そこら辺が一番自信がありますかね。音楽は弾くところは弾いて、セリフが立つところは立って、効果音があの主人公の時は効果音をメインにして、で音楽が主人公をさせてもらう時はセリフにも効果音にも弾いてもらって、音楽がガーってメインに行くっていう、そこら辺の3つの音の駆け引きっていうのは結構うまくできてるんじゃないかなと思います。あの主題歌に関しては、まずあの誰に歌ってもらうかっていう歌集選びから始まったんですけど、まあ、あのアジアンテイストだからっていうわけじゃないですけど、個人的にあの沖縄琉球の方の音楽が気になってたっていうのもあって、それであのうちのスタッフなんかと CD 探してたんですけども、そこであのそのスタッフの一人がリッキーさんの CD を探してきまして、これだろうなと、この声はちょっとこれまで聞いたことない声だなと思って、すぐコンタクト取ってもらいまして、それから実際に彼女の生まれ故郷の奄美大島行ってみたり、何度か会ってあのお話しさせてもらったりして、イメージはなんとなくこんな感じっていうのは掴んでたんですけど、曲はなかなかできずに、ただ時間だけが過ぎていったんですけどね、もうそろそろ間に合わないっていうんで、場所変えて作曲しようと思って、自分の部屋からシンセサイザーをあの会社の応接室に持ち込んでですね、あの受付のお姉さんなんかがみんな帰った後に夜ちょっと一人で応接室で作ってたんですよ。そしたらね、1時間ぐらいで10曲ぐらいできたんですよね。で、その中の10曲のうちだったらどれ撮ってもいいなと思ってたんですけど、こう一番その中でもこれがいいんじゃないかと思うのを今回のテーマにして、メロディーが先にできて、その後、シナリオ書いた野島君に歌詞を作ってもらって、出来上がった夜は2人で乾杯と。ファミコンに移ってすごく自信をなくした時期があって、まあ、作るものその自分で納得いかなくて、で、まあ、ゲーム業界をもうこれで引退しようと思って、最後に一作と思って作ったのが FF なんですよね。まあ、それで名前もファイナルなんだけど、
まあ、僕にとってはなんかあの時のそのファイナルファンタジーってタイトルに対する気持ちで、こう時が止まってる感じはあって、まあ、いつもいつもだから、まあ、それは技術的にその方がいいっていうところもあるんですけど、毎回毎回これでもう最後だよっていうか、全部力を出し切って、今こう持てる自分たちの技術っていうのとか、スキルっていうのを使い切ることが僕にとってはそのファイナルファンタジーであって、だからお話とかキャラクターっていうのも毎回変わるっていうのも、ストーリーっていうのはある意味世界観とかをね縛っちゃう可能性があるんで、逆にそこを変えることでそういう出し切り型のタイトルにしたいっていう、まあなんて言うんでしょう、こうチャレンジしようよっていう一つの自分たちにとってのまあ旗みたいなそういうもんですかね。映画をやってる頃っていうのは、ちょうどもう8作目っていうのは、同時に映画と進行が同時の時期で、もうその頃からフィードバックはしてるんですけど、まあ、髪の毛のねシミュレーションだとか洋服だとか、あとはその、まあ、マヤとかね、そういうレンダーマンとかそういったその CG 用のツール、まあ、あとはそのこのホノルルでこうオリジナルで作ったようなツールっていっぱいありますから、そういうものはどんどんこうフィードバックしてるんですけども、まあ、あとはその僕は一つ今回映画やって思ったのは、まあ、以前からゲームやってても思ってたんですけども、そのプリプロのね、要はシナリオとかコンセプトアートとかその世界設定まで の、 重要性っていうのはやっぱりすごく再認識して、やっぱりそのコンセプト段階のものを複数こう持っていて、自分たちでそこからやっぱりこう一つチョイスして、実際のゲーム化なり、まあ、映画化するっていうようなプロセスをもうちょっとね、まあ、だから余裕を持とうっていうことなんですけど、やっぱりやらないと、まあ、もっともっといいものにするためにはね、そういうことが必要なのかなっていうのは感じましたね。例えば6から7に行く時もみんなすごく不安の中でああいうスタイルを取ってたし、まあ、逆に 3D になって本当にファイナルファンタジーなのかっていう自問自答しながらね進んでいったようなところがあって、で今回 PS2 になってやっぱり声を入れたりその全部リアルタイムで描こうとかっていうのは、まあ、やっぱり一つその不安もあるわけですよ、まあ、ないしは反対意見もあったり、ただまあさっきも言ったようにやっぱりチャレンジしていくってことは僕はそのファイナルファンタジーっていうタイトルの持つ一番の意味だと思ってるんで、なんて言うんでしょう、だからこう今ね予測もつかないような方向に逆にね行ってほしいなと